はい、皆さんこんにちは、ももんがです。今日はですね、久しぶりに月組観劇をねした日の Vlog をしていきたいと思います。もうね、本当に1年ぶりの月組さんで結構びっくりしたんだけど、今回はね、なんとランゼケイトちゃんとゆいかれんちゃんの対談っていうことで、もうね、本当に応援していた娘役さん2人やったから、どっちも急に対談って急ねんけど、その2人が一気に対談ってもうめっちゃ悲しくて、まあね、結局ねチケットはね2枚しか取れなかったけど、もう悔いのないようにね、もう2回ね観劇終わってんやけど、まあ、一応悔いのないようには観劇しました。今回のね Vlog は、まあ、塚おったさんももちろんやけど、宝塚ね行ってみたい人とか、これから宝塚の大劇場に行ってみる人の参考にもねちょっとはなったらいいなって思って、今回はね Vlog を撮りました。で、宝塚って割と寒くて風が強いから、ちょっとあったかめの服で行った方がいいと思います。宝塚にね行ったら絶対この宝塚ホテルのロビーの1階と2階に入ってみてほしくて、もうすっごい夢が広がってます。まあちょっと詳しくはね、ショートとあと TikTok に載せてるので、ぜひ見てみてください。動画のね感じではなんか暑いんかなみたいな思うかもしれんけど、結構寒かったから、本当に防寒はねしっかりしていってください。大劇場にね行ったら、まあおすすめスポットって結構あるねんけど、中でもフードコートがあって、フードコートにはね割とリーズナブルで美味しいご飯がたくさんあるのと、あと公演ごとにね限定メニューもあるので、ぜひそれを食べてみてほしくて、中でもねこのスターバスケット1000円で食べれるねんけど、割とねまあ1000円っていう価格でボリュームもあって、野菜も取れて、でなんかスターのゆかりの食材を使われてるらしいから、すごい思い出にもなるから、かなりおすすめ。今回のねスターバスケットの月組かなり美味しかった。前は空組食べてんけど、まあ、空組も美味しかったけど、それより月組の方が美味しかった。意外となんか買ってない人も多いかもしれんねんけど、これ公演ごとに出る限定のお菓子で、なかなかね買えないお菓子も販売してくれたりするから、結構おすすめです。観劇するときにね、まあ、キャトルレーブ絶対行くと思うねんけど、おすすめはやっぱ1時間前とかの方がゆっくり買い物できます。あとやっぱオタクにね刺さるグッズがたくさん展開されてて、見るだけでもめっちゃ楽しいから、キャトルレーブって本当夢のような空間やなって思って、毎回すごい新作とかトップさんのね監修グッズめっちゃ楽しみにしてお買い物してます。最近アーサ様のねポストカードを今回買った。めっちゃ、まあいつもビジュアルいいけど、今回もビジュアル良くて最高やった。このね髪の元のまつげ美容液が1300円ぐらいねんけど、結構伸びるし、私的にはかなりおすすめなので、ぜひ買ってみてください。ポストカードがさ、この価格で買ってさ、ビジュアルがいいってさ、最高すぎん。しかも品切れしてもすぐ入荷してくれるから、キャトルレーブほんまに素晴らしいなって思って、私まあね、いろんなオタクでもあるけど、やっぱ宝塚界隈の需要と供給の一致度がすごくて、私はね一番素晴らしい界隈だなって思ってます。この日はなんか、なんだろう、なんか転売対策みたいなしてました。珍しいよね。もうね今回のパネルはもう最高、もうみんな良かった、可愛い、もうみんなかっこいいって感じで、ここもね割と写真撮りやすいので、おすすめスポット、意外とねこの時間は絶対に撮っといた方がいいです。あとで何時か分かんなくなっちゃうから。1幕終わってずっと食べたかったこの公園デザートをね食べました。結構並ぶので、もう1幕終わったらすぐ行った方が絶対にいいと思う。もうね今回のねもうめっちゃ美味しくて、結構この公園デザート私が食べた中では一番美味しかったし、ほうじ茶のジェラートはなんか
通年出してほしいなと思ったぐらいめっちゃ美味しかった。ジェラートはね割と美味しいから、まあ、夏はかなり並ぶけど、もうね絶対に食べてほしい。本当に美味しい。ここお腹もねちょっといっぱいになったからちょっとね散歩してました。マクマは割と散歩してるかな、一人やしみたいな感じで散歩してて、でマクマにちょっとね喜んでんねんけど、パネルあるやん、大きいパネルがね宝塚大劇場にはあって、これがマクマ意外と空いてるからマクマにね撮るのすごいおすすめします。ね開演前割と混んでる、あと開演後も割と混んでる。でまあ休憩ね終わったから、まあ、2幕に向かうねんけど、まあ、35分間休憩割と早く過ぎちゃうから、ゆっくりしすぎると私一回遅れたことあんねんけど遅れることもある。まあお芝居のね感想はもうすごい分かりやすかった。ちょっとね原作がちょっと難しかったんやけど、でも、まあ、ある程度分かりやすくまとめられてたのかなと思うのと、やっぱね日本物の美しい皆さんを見れるのがねかなり良かった。日本物ってねちょっと分かりにくいのもあったりするかもしれないけど、割と分かりやすかったし面白く見れました。でショーはなんかラテンショーって知ってたけど思ってた以上に熱すぎてもう超何もうテンション上がりまくりました。なんか学生さんおってんけど、なんか始まった時すごい迫力やから声出ちゃってたもん、うわーって言ってた。だからやっぱねそれぐらいすごい迫力のあるショーでしたね。もうまあ、私が一番好きなのはちなみにシルクロードなんやけど、でもねどのショーも先生ごとに個性があるし、お芝居もね、だからなんか先生にも魅了されるしジェンヌさんにも魅了されるから、あ宝塚って沼だなって改めて感じました。まあねハロプロと似てるね、そういうとこ先生によるみたいなね、なんかあハマってはいけない沼にハマってしまったんだなってこの日も思いながらときめきながら帰りました。次はね空組公演に行くねんけど、まあ、それもね好評だったら、Vlog ね上げれたらいいなって思うので、ぜひ、ね、リクエストあればコメントいただけると嬉しいです。インスタとか TikTok もね更新してるのでぜひフォローしていただけると嬉しいです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。